ザラスムスはフィンランドのロックバンド。1994年結成。1995年ファーストシングルファーストを発売。1996年にメジャーレーベルワーナーミュージックフィンランドと契約してファーストアルバムピープを発表。デビューアルバムはゴールドディスクとなった。その後、初期のポップロックから次第に哀愁を帯びたゴシックロックへと転身し、 ヨーロッパで人気を得るようになったのは4枚目のアルバム、イントゥの頃から。さらに5枚目のアルバム、デッドレターズデッドレターズで、現在の作風を確立し、アメリカで2004年にレコードデビュー、同様に日本でも2005年にレコードデビューとなった。2011年に、ボーカルのラウリー・オーネンが、自身初のソロアルバム、ニューワールドをリリース。2017年、 約5年間の活動休止期間を経て、シングル、パラダイスをリリース。バンド活動を再開した。同年11月29日には、東京、ツタヤ・オーウエスト、12月1日には、大阪、震災橋ザ・ライブハウス・ソーマにて11年ぶりとなる、来日単独公演を行った。ありがとうございます。